ようこそ。こんにちは。それではまず今回の、展覧会ドレスを、ご覧いただく前にこちらのインスタレーションをご覧ください。こちら本当のドレスを使って、今回の看板になる、ドレスはないかなということでお作りしたオブジェでございます。はい、お花なんかもたくさん今回いただきまして本当にありがたいです。それでは作品を、ご紹介いたします。まずこちらなんですけれども、私が2009年に作り出したキャラクターコットンなんですが、コットンをブルーベースで作りました。タイトルはブルーコットンということで、はい、こちらが一番小さな作品で、そのずっと下に行っていただいたらブログでご紹介した涙の訳、ちょっと悲しいような感じの作品なんですが、それにめげない強さを感じていただけたらと思って、きらびやかな金色の風に包まれる妖精のような子供を描きました。はい、こちらは光の中でという作品なんですが、薄いベールがかかっています。こちらは、キャンバスに綿布を貼りまして、アクリル絵の具を染み込ませるような技法で制作いたしました。そのお隣が人の皮膚というのは、その下に隠れている頭蓋骨や血液、その他いろいろな人間には過不足なくいろいろなもので構成されている人間を美しいコサージュで描いて、キャンバスをまるで切り裂くような形の技法で作りました。画像ではちょっと分かりにくいと思うんですが、目は樹脂粘土でできております。人形をモチーフにつけまつげをつけて、こうしてみるとちょっと動き出しそうな感じを感じていただけたらと思います。そしてこちらがレストレインと束縛という作品なんですが、少しボロ布をまとったようなキャンバスからはみ出した衣装が特徴の作品で、展覧会に向けて割と早めに描いた作品。同じ子をモチーフにして長襦袢に描いたのが隣の作品です。アクセサリーが特徴で、この辺のレースなのかはちょっとね、ブログでは揺れてる感じが伝わらないんですが、せっかく動画ですのでご覧にいただきたいと思います。こういう感じ分かりますか？柔らかい感じでアクセサリーなんかもついてるんですよ。そして今回のメイン、ドレスです。こちらは50号のアンティークレースのようにこうレースを染めて、絵の具でレースを染めた感じをご覧いただけますか。キャンバスを揺らすと動きが分かるかと思います。この辺はね、ちょっとブログなんかでは全然伝わらないので、ちょっと低い位置になるんですが、こちらの作品は、こういう光の妖精を描きました。もし光の妖精がここに存在したとしたら、きっと妖精はこのぐらいの身長じゃないかなということで、あえてこの高さに飾ったということがあります。はい、後ろでお客様がうなずいております。はい、この隣も、ベールがかかっているんですが、すごいこのベールで随分印象が変わってくる作品になっております。その名もベールです。今回インスタレーションがあるんですが、そちらは後ほどということで、まず反対の壁の面からご覧ください。こちらはシャワーカーテン、これ
うちの玄関に飾っていたものがもう突然画材に変わってしまったという不思議な作品で、こちらもアクリル絵の具で染めました。先ほどご紹介したコットンくんを描いたんですが、一体何を考えてますでしょうか。タイトルはプライド。人間いろいろなプライドがあると思いますが、プライドについて一度自分で自問自答して考えた時、何か自分のいろいろなコンプレックスとかいろんなことが出てくるんじゃないかなと思って、私に問いかける、自分に問いかけるように描きました。こちらちょっと怖い感じなんですが、制作している時にここにブルーのラメの、ラメにニスにラメを乗せたんですが、それがポロッと落ちたことによって、こちらも角度によってラメがこんなにキラキラと、ね、写真で分かる、動画の方が分かりやすいですね。こういう感じですね、はい。こちらは直接本当のお花を、ドライフラワー、アジサイのドライフラワーに、アクリル絵の具とニスを混ぜたものを染み込ませて貼ってあります。こちらのデコボコしたところは天然石を使っています。はい、ゴールデンデザイアーをご覧いただきましょう。ゴールデンデザイアーを日本語訳しますと、金色の欲望ということですね。人間、この現代社会、お金が全てという、私たち人間社会で、お金で何もかも手に入るのではないかという思ってしまうこの世の中でも、そうではない。一体人間はお金にどういうふうに扱われて、お金によって苦しみ、お金によって喜びを得る唯一の、動物ということで、そういう人間の欲望を、の愚かさなどを表現したいなと思って、自分自身なんですが、私自身も物欲とかいろいろな欲望があって、その自分自身の欲望に問いかけた作品です。こちらも金、ラメを、ラメ絵の具では物足りなくて、ニスにラメを塗ったものを、ここに塗ってる時にポロッと落ちたのが、これも角度によって光り方が違います。そうですね、あちらの、はい、神の子のアシュラという意見もあります。はい、そうですか、はい。そして最後の作品、アップサイドダウン、逆さまになるということで、逆さまに捉えると一体人間はどのようなことになるかということで、逆さまに見ても下から光が当たってるかっていう、ね、ちょっと怖い感じですね、はい。こう画面で見ていただくと本当に近づいてくるような怖さが味わっていただく、これはそうですね、展覧会そのものですね、はい。そして今回一部インスタレーションの作品をあちらに用意しております。この距離で見ていただきたいと思います。だんだんじゃあ近づいていきましょう。全体像はこのように、オーラのような、こうクモの巣のような感じで、会場全体をインスタレーションにしています。こちらの作品は神の子ということで、こちらも先ほどと同じようにキャンバスに綿の布を貼って、動作という煮皮と明板を溶かしたものを、そちらの日本画のにじみ止めを塗って、日本画の技法で完成させた上にガーゼを、アクリル絵の具で染めて、コラージュしています。千手観音のような、たくさん腕があるお地蔵さんのような、私がいつか夢で見た風景を描いてみました。こちらはウェブガーゼを動かすと、神の子が雲から光が漏れたような感じを味わっていただけるかと思います。以上、今回のドレスをご覧、あ、一個忘れてましたね、はい一つ、はい、今回ちょっと変わった展示の仕方の作品を、テーブルのように展示していました、はい。こちらの作品は新聞紙と糸とかいろいろなものをコラージュしてあります。そのようにラメを塗ってあります、はい。
いろいろな情報渦巻く現代社会をモチーフに作りました。はい、それと今回の展覧会はこういうところにこういうかけらが落ちてるんで、こういうものを拾って帰っていただこうかなって思ってます。こういうふうにこうやって、かけらを拾われて家に帰った時にこのかけらを見て展覧会をどのように思い出していただくかということを、感じていただけたらと思ってます。私の5年ぶりの展覧会、ドレス大盛況です。本当に、お越しいただいた皆さんありがとうございます。それからこれからもどうぞよろしくお願いします。何を言おうかしら。です、今回の展覧会は、参加、ご来場いただいた方参加型ということで、参加していただく展覧会になったらなって思ってるんですけれども、そうですね、もうかれこれ私が18でデビューしてからもう随分たくさん展覧会をしましたが、このように自分で飾り付けをしてインスタレーションなんかも作るのは本当に久しぶりですので、本当にたくさんの思いが詰まった展覧会ドレス、今後どのような作品が展開されるかということを、これを機にいろんな方に感じていただきたいなって思っています。ありがとうございました。